まあ、普通に火力が一番ありますからね。おっとさ、ミラマッチ、これはどうだ。見極めてあげましょう。ただこれは自分の方がね、ちょっとダメ合わせ少ないんできついかな。さあ、お互いに初手カードやってく。苦しめてあげる。さ、リッチ強いね。煙に巻くのは大人。意外だ。さあ、相手のマスの削りに対してこっちがね、普通のスキルの削りでいけるかどうか。リッチあれだな、スキルだけ上がってるタイプか。なるほどいかついね。さあ、ダメマスを結構これ踏むな。まあしゃあねえか。さあ、罠ゴマ反応しませんよと。おっ、これだとどうだ。相手左下 X 来ますかね。2枚返しかな、これ。グノー2枚返しあるね。グノーじゃなくてシンプルにペトラ来た。いてーい。痛すぎー。こうしますか。サンチル別にいいんですけど。いいサンプルになってくる。相手の罠駒が反応してないのが気になるんですが。ああ、マディマディか。なるほど。ここから相手は回復してくるんで、さあ、ナーツブッパー。モフカさんかまは、さあ、小手調べいければいいんですけど、ファミのコンボスキル弱いんだよな。まあ、こっち行くか。これ打ってかまり打たせて、吸収でどうなるか。バイセコンボね、使えるから、右上 X っしょ。右上、あ、まあ一応かなり C の6っていう手あるけど、ダブコンっちゃダブコンなんだよな。あ、そっち、のんびり。それもダブコンではありますね。しかしダメマスがあるよと。ルラ強し。もうルラ置いてる場合じゃねえな。これでいくか。で、あとこっちがマス踏める分の、HP があるかどうか。さあ、がっちり回復。踊れるかな。逆にマス踏んで軽く上げるか、ライフバのね。 OK、 なんとかミラマッチ制していく。あ、いけるよね、これ。いけますよね。うん、よし。今日はね、ダメマス少なめの、カマリさんでやっているんですが、さ、X 打ち。あれ、グノー入ってるよな、このデッキ。さあ、こっちへ。アルカでおしゃるか。まあ、ダメマスが E の4にあるから、どうしましょうかね。まあ、かわしていくか、さすがに。レンレンさんかまは、おっと、さ、これはもう、こうなったら殴ってくるかな。落ち着いてなんか F の3に来る感じではないですね。B の、3か、うん、C の2とか、うん、コンボ投げてくるとか、そっち系ですね。いって踊れるかな。さあ、これなんですけど、まあ、大体ここは吸いましょうか。相手もね、暴れてくるんで。さあ、ダメます。生成しといて、これはまあ、C の2からかな。で、カマリはね、D の1っすね。さあ、ステルブッパー。いってー。いざ参ら。バフは取りましょう。カマリを D の1に打つことで、ちょっと相手の方、まあ、E の1は行きづらくなってほしいんですが、どうかな。まだ私は。ここで終わるわけにはいけない。スグマ残り2枚っしょ。 D、E の1と E の6から2回で飛ばされるかどうかっていうところですね。
さあ、オーラ。おっと、二枚返しそんなもんか。S ゴマは耐えないかな。しかしこっちかっちり月読み。この月読みどう？この月読みどうなん？特殊はね、弾けるけど、村正とかだと意味ないんだよな。まあ、貼っとくかとはいえね。ダメージも出るしね。まあ、耐えればね、ラブコンもあるし、大体勝ちだと思うんですが、どうでしょうか。残り S ゴマ2枚。まあ、雷撃で、殴ってきますが、最後かな、関心の通信切れ。返せかな。まあ、月読みのところは別に月読みじゃなくても別に。よかったっすね。オッケー。さあ、囲ってくるか上来るか。そっちか。そっちかわしい。引きはむずいね。なるほど、そうなったか。さあ、オーラ引かれた。ああ、取ってくんのか。ちょっと意外だな。楽にしたまえ。グノー来たけど、こうなるとちょっといらないんですよね。見苦しいですね。これで相手が C の2とか E の4とか、まあ E の4はないか。一番 C の2はグノーが効くんですが、でダメはされるんで、少し相手の方 F の6は行きづらいと思うんですけど、ですよね。しかしバフやべえな。これコンボ封印効くんですけど、 A の2で。やがて滅びの時が。で、貫通は来るから、ここは月読み打たずに一旦こっちで、この風にしっかりと縛いてから、まあ一応月読み張ってってどうなるか。さあ、左下かな。これは左下に置いてくるのかな。バリアか。まあそれは別にいっか。さあ、後手調べと行きたいんですが、バフは取るか一旦。カード打って混獲して E の4打たれて、取って、どうかな。ちょっと分かんねえな。あー、そこも打てんのか。あー、そこ打てるのやべえな。そこ打てるのちょいまずですね。あ、でも取れんのか。じゃあ取るか。9000飛ばせられるかな。ちょっと怪しいか。まあ次ダメージ食らってバイスでいければいいんですけど、4000か。ちょっと早まったかな。ナルダルとか打たれると終わるんですが、ただ角打ちはね、あのダメ合わせあるから、もう相手の方 A の3いけないんですよね。で、当然バイス通りはあの月読み動線通るんで、バハムート強いんですけど、その人もコンボスキル使えません。というか、そもそも倍数生き残るから勝ちだわ。OK。 さて、ナルダルの、まあ、おそらくマタイプ。あ、違う、ナルダル混合でした。やがてナルダル混合、ちょっと HP もうちょいありそうだけどね。引きが強い KG。 沈までお願いします。そういう引きは。さあ、グノー欲しいんですけど、さあ一旦祭り。これはフェルグか。X フェルグ。いてー。
しかし相手も引き強えな。お互い様か。コンボ弱えんだよな、ブランジェッタは。ブランジェッタ置く。トカイさんこんばんは。今日の補正苦手ですか？あー、まあ、そうっすね。あんま得意じゃないっていうか、やるネタないんで、やるとしたら多分極炎系のやつになっちゃうんで、極炎系もだいぶやったからね、ネタとしては。いいサンプルになってくれ。見苦しいですね。あなたの目的が何であれ。左下 X でしょ。左下 X、 あー、どうかな。左下 X、 あ、そこですか。なるほど。まあエンデカってことか。まあ突き読み張って受け切れるかどうかっすね。覚悟はいいかしら。まあエンデカだと思うんすけど、突き読み、まあ6、あっと、しかしランタイでく。ディザイア線微妙に入るからね。まあ耐えれば勝ちなんだが、おっと、そもそもアタッカーいないか。ソララッキー。楽にしたまえ。オッケー。 X 来んのかな。 X ディアンヌ面倒すぎるんだよね。いざ参らん。囲ってダブコン食らって、耐えきれればいいけど、まあそこまで耐えないかな。ちょっとコンボ結構食らっちゃいますからね。ただ上行ってもなんだかんだか。あ、確かにね、珍しいリーダーにしてるんですけど、中身はねテンプレデッキなんで、しかも結構強いんだよな、普通に。さあ一発ダブコン食らっとく。宴の時間だ。バシバシですね。意外とご利用されんだよな。まあ、ルラ強いんですけど、ちょっとアンチヒール怖いね、これ。めちゃアンチヒール打たれそう。これ、ルラのコンボスキル2回使っていく形かな、左下から打ってって。ただ、ここに回復入ってくるからね、これ。1800か。だよね、アンチヒール来るんで。ルラコンボ2回でいけるかな。いいかしら。どんな気分で。さあパターン入ったんだが、まあ受け切れはするかな。ああ、コウマリ先生か。しかしこれペトラとかスーで行かれちゃうかな。1500引かれるっしょ。7800か。あー、まあちょっとペトラスーはやばいかもしれない。他は耐えて倍勢なんで、まあ、勝ちなんです。オッケーオッケー、それは勝ちよと。さあ回復は入ってしまうんですが、よいしょ。よし。